日本各地で悪事を働くお祭り軍団、人に化けたタヌキの少年バケルが太鼓のアクションで立ち向かう。やったぜ。さらに桃太郎や金太郎などおとぎ話の英雄に化ければ攻撃手段も変化。そして巨大ロボット同士のバトルも。日本全国を駆け巡るタヌキの少年バケルの活劇が始まる。